はい、皆さんこんにちは、ワダリグルフィッシュです。では今回は新ギレンの野望アムロユニコーンに乗る続きをやっていきたいと思います。で、前回までにギリマンジャロ、北京と攻略を進めてきて、今回は難攻不落、周りがすべて海に囲まれたハワイ攻略を行っていきたいと思っています。すでに部隊の方は侵入させています。さらにですね、大量のミディア輸送機にモビルスーツを乗せた味方 AI がハワイに次のターンで侵入してくれるんじゃないかなというふうに思っています。じゃあまずね、マップの方を見ていきましょう。ご覧のような形ですね。で、この海に囲まれたハワイ攻略のためにですね、実はアクアジムを量産して、配備しています。どうしてもこの水中移動が厳しくてですね、ここを乗り越えるためになんとかね、戦っているという状態ですね。で、かつですね、やっぱりベリーハードというだけあって、運が悪いとハワイにビグザムが配備されるパターンがリハーサルの時に何度かありました。なので今回ビグザムが配備されないことを祈りながらですね、このユニコーンがエネルギー切れを起こさないように補給を受けながら無双していかないと、ちょっとこのねハワイ攻略が難しいという状況になっています。アクアジムもね、全然弱いっちゃ弱いんで、なんとかね、勝ちにつながるような戦いができればいいかなというふうに思っています。ではハワイ攻略戦始めていきます。ではまずですね、ユニコーンは体力満タンなので、ユニコーンを動かしてキリングのザンジバルを落としましょう。確実に仕留める。で、未来さんのペガサスがダメージ受けちゃっているので、これは回復しといた方がいいかな。モビルスーツは失いたくないですからね。で、バナージのガンダム、これはグラブロを潰そう。で、ジョブジョンのアクアジム、これはダメージ打っているのでペガサスに戻します。これでいきましょう。で、あとは味方がね、うまく入ってきてくれるという展開に期待します。味方の方は水中型ガンダムと、これは G ファイターの上に人乗れるんだ、人っていうかモビルスーツ乗れるんだ。これユニコーンを乗せる、ガンダムを乗せる、そういう選択肢ありですね。まずはハワイ本島、ここにユニコーンをうまく配備したいですね。まあ、なんといってもね、このハワイ攻略にビグザムが出てくるか出てこないか、これが一番の大きな分岐点になってきますからね。ガンダムがやられる。いやー、これは早くもちょっと一旦戻しましょう。はい、ではタイムリープして戻ってきました。まずは変わらずザンジバルを落とす。これ変わらずですね。で、あとは、まあ、未来さんの回復も変わらず、まあ、行うことになるかなと思います。なので、これもやりましょう。これでグラブロ攻撃しとくか。で、ガンダムは、ズゴック潰しに行く。どうしてもやられたくないので、
ガンダムはね、貴重な貴重なモビルスーツだからな。よし、これでいいかな。そうだそうだ、地味ですけどちゃんとミノフスキー粒子は散布してから攻撃に入りましょう。ここのグラブロがね、硬いんだよね。マッドアングラーとこのグラブロ、ここがどのタイミングで撃墜できるかですね。ザンジバルはユニコーンで確実に落とせる。ズゴックもバナージが倒せる。アクアジンも一気失うか。マッドアングラーは味方の水中型ガンダムが倒してくれましたね。グラブロも硬い硬い、全然倒せない硬さだからね。竜のコルベットが落とされましたね。まあ、ちょっとずつこういうことが増えていくんだろうなという気はします。貴重なモビルスーツはできるだけ温存しながら、進みましょう。バナージも一度戻します。ダクアジムが4機か。これでグラブロが叩けるかというとちょっと微妙だよな。うまく味方の水中型ガンダムがね、このグラブロ叩きに参加してくれれば、まあ、あるいは活路が見出せるかなという気もするんですけど、厳入戦力だとグラブロは叩けないかもしれない。ただここでグラブロは潰しておきたいので確実に囲い込んでおく。だ、グラブロマジで硬いだ。そろそろハワイ本島オアフに入りたいからな。次のターンでペガサスを前に出しましょうか。カイもめちゃくちゃダメージ受けてるもんな。ハイゴックが基地のところにいる。このハイゴック潰しからか、大変だな。ハイゴックも強いんですよね。では、まあ、そうは言っていても出さなきゃいけないので、ちょっと様子見で前に出していきましょう。グラブロがこの基地に入ることは絶対にできないので、まあ、その点はまあ安心して、見ていられるのかなという感じはします。で、ユニコーンを乗せたペガサス、これを前に出して攻撃を加えていく。グラブロのためにモビルスーツを何機か失ってしまってますからね、すでに。いや、ここのハイゴック本当に硬い。ここのハイゴック潰しにどれだけ時間がかかるかだな。あるいは南に回り込んだ方が早いのかなっていう気さえするね。お、基地が開いた。ハイゴックがペガサス潰しに来てるんだな。ここは反撃する。未来さんも残る。アクアジム一気失っしょうがないですね。
いや、味方の戦力がズタズタにやられてる。さあ、このターンで未来さんが入れるね。ちょっと待って、未来さんを置くのは賢明じゃないぞ。ここはアクアジムで先に制圧しよう。アクアジムでいいのか。ダメージが少ない人の方がいいと思う。ここで制圧する。その上で攻撃する。でコルベットは残ってるので、残ったコルベットで、砲台潰ししておきましょう。で、未来さんのペガサスが落とされるわけには絶対にいかないので、まずはこのグラブロだな。うわ、まだまだ全然強いわ。アクアジムを出して、いや、悩ましいな。ペガサス、ガンダムもやられるわけにいかないからな。散布して攻撃加えておきましょう。で、次のターンでユニコーンを下ろすという3ターンですね。あとはユニコーンを無双にかける。グラブロ落とせない。マジで強い。グラブロ本当に硬いわ。これね、もたもたしてる間に敵にね、ビグザムが起動、ビグザムってなるんですよね。うわ、アクアシムを一気にこんなに大量に失うのか。味方の増援がもうあまり期待できないからね。現有戦力で頑張らなきゃいけないんですが、それでこの手こずりようよ。まずはバナージ以下を戻す。バナージは残しといてもいいかな。どうだろう。ユニコーンは絶対に出すでしょ。ハイゴック先に潰したい。ハイゴックの強さ異常だからね。ジムは絶対戻すね。問題はバナージだな。いや、バナージどうだ。なんとか持ってくれるかどうかってところだな。いや、バナージはこの後鍛えたいからしっかり戦ってもらおう。敗北潰しを先にしておきます。で、もちろんミノフスキー粒子を散布して、ガンキャノン、ガンタンク、は出す。その上で攻撃。ガンダムがやられるかやられないかでだいぶ展開がありますね。いや、もう無理だ。グラブロを倒せる気がしない。さあ、ガンダムよ、ちゃんとかわしてよ。よし、さすがガンダム。ハイゴック2機を潰せれば大きいね。よし、大丈夫だ。ガンダムもさすがよ。ハイゴック4機を撃破。これでガンダム、ユニコーンに攻撃を集中してくれればね、十分に活路が
出てきますね。反撃で潰していくっていう感じですね。一度みんな戻っていくのか。では次のターンもね、ハワイ攻略戦をやっていきます。ではハワイ攻略続きになります。うまくユニコーンとねガンダムを使って攻撃を仕掛けていきましょう。アクアジムをね3機新たに投入してますので、このアクアジムを前に出します。味方の方はフィッシュアイ、あとはミディアのみか。もうちょっと増援欲しかったな。ここにいるグラベロがどんどん回復していくな。まあもう結局ユニコーンありきの戦いですからね。ユニコーンが敵のモビルスーツをバッサバッサと潰していかないことには話にならない。これで敵機全機撃破できるな。残るか。アクトザクが一機のみ残ってんな。ガンキャノンがやられた。しまった。これは迂闊だったな。カイのガンキャノンが、いやもうここはユニコーンだけに絞ろう。もうユニコーンとバナージだけ。ろくなことが起きない。これ大丈夫だよね。ペガサスが沈むなんてちょっと笑えないよ。よし残ってくれてるね。いやガンキャノンやられたのほんと痛いからな。ダブテ、いやここは先にドワッチベズン、これを撃破してしまおう。ペガサスがやられるわけには絶対にいかないですからね。ユニコーンが無双するためにも残ってもらわなきゃいけない。未来さんが本当に危なくなってる。マジか。これ逃げ切れないかもしれない。いやー本当にやってくれるな。ガンタンクが危なすぎるな。ここは一応ミノフスキー粒子を散布して、このグラブロだよ。このグラブロが何して勝つかわからないからな。ユニコーンは絶対大丈夫だと思うんで、問題はペガサス。あそこにグラブロがいるとね、結局補給ができない状態になってるから、それはそれできついな。いやこのグラブロどうやって潰すかだよな。とりあえずアクアジムを出すでしょ。でコルベットも出す。で未来さんはこのターンで何とか倒していくしかないな。
いやー、ここに入るの危険すぎる。怖くて入れない。無理だ。他戦力ないもんね。何度かね、ここでグラブロを潰せれば。潰せない。むしろジムを失った。よし、グラブロがいなくなった。これで未来さんが回復できるね。アムロのユニコーンも戻せる。先にアムロのユニコーンを回復したいね。アクアジムは回復。ゴルベットは攻撃して砲台潰しておきましょう。よし、これでユニコーンがまたエネルギー回復するはずなので、これで当座をしのぎましょう。まあ、痛いジョブジョン、あとはカイのキャノンを失いましたけどね、なんとか持ちこたえてます。また次のターンでこの続きをプレイしていきます。ではハワイ攻略続きになります。まずはユニコーンとアムロ、バナージュとプロトタイプガンダムが動けるので、ユニコーンを出していきましょうか。ぐぐっとで感知もして、潰せるときに潰す。いや、これさあ、ハイゴック本当に強いんだよね。ハイゴック先に潰す。でガンダムも一歩ずつにじり寄りましょう。で未来さんは回復させないと危ない。でブライトも投入しました。といってもね、ブライトの出番ないかなとは思いますけど、一応前面に出していきましょう。この後グラブロが来るのか。グラブロ潰しを誰かにやってもらいたいな。ユニコーン無双がどれだけ決まっていくかだよね、この先の展開は。みんなユニコーンとガンダムに殺到してくれれば、特にガンダムに殺到してくれればというところで、これは未来さんが落とされるぞ。だは、貴重なペガサスを失ったか。このターンでブライトを投入できたのが唯一の救いかな。いや、マジで強いよな。キャノンもいなくなってるしね。ここにいるジムコマンドとガンタンクがもうもったいないね。使えなくなってる。せめてあそこに残ってるのが水中型ガンダムだったらね、移動できるんですけどね。いや、戦力的に本当に厳しくなってきてるな。まあ、ガンダムがやられるわけにはいかないので、ガンダムは大事に使いましょうか。ハヤトが散った。タンクとキャノン両方失いましたが、このターンでユニコーン一度回復させた方がいいね。バナージも戻す。ブライトは前に出して回復しましょう。
まあもうユニコーンとプロトタイプガンダム、アムロとバナージに頼ったプレイになりますけど、ここは彼らに工事を託しましょう。コルベットがグラフロ、ほんとグラフロとか街何なんだって感じだな。ここまでズタボロにされるとはな。しかもグラブロがこんなところにいるから回復できないじゃないか。グラブロがそこで補給を断ってきてるっていうのが地味に邪魔くさいね AI。 しょうがない、ここはもうユニコーンを一度ホワイトベース上で回復させるしかないな。グラブロもいずれ去っていくとは思うので、エネルギー切れでそのタイミングまで待ちましょう。ホワイトベースのブライトは大丈夫だね、さすがに硬い。ではまたユニコーンを前面に出した戦いになりますね。ビグザムが配備されてなければまだまだ戦える。ユニコーン発進で、攻撃を加えていきます。プロトタイプガンダムも出る。でもちろん散布した上でグラブロを攻撃しておく。一旦回復のターンに入りたいんだけど、グラブロがね補給線を立ってきてるっていうのが本当に邪魔くさいよね。ユニコーンの体力をマックスにしたいんだけどね、なんか敵がホワイトベースに殺到してる。大丈夫なのか、ホワイトベース。いやー、このゴッグ部隊邪魔くさすぎるわ。どうする、ブライトを一度撤収させるわけにいかないからな。いや、このハイゴッグ部隊にやられるぞ、このままだと。いや、ハイゴッグ部隊どうにもならない。どうする、補給線を一度復活させない限り厳しいね。ハイゴッグが水中から攻撃してくるだけだとね、どうしてもしんどいね。よし、ハイゴッグをここで2機始末できたのはでかい。でアムロにユニコーンが回復できるよね。よっしゃー、来たー。これは絶好の攻め時だ。一気に前に出る。ここでハイゴックを仕留めよう。んで回復に入る。ハイゴックを潰して、てかもう本当にユニコーン頼みのプレイですけど、まあ、これはしょうがないね。これがベリーハード。バナージも大丈夫、ホワイトベースも持ってくれる。でもね、あそこのホワイトベースで言うとどうにもならないのがこいつなんだよね。このグラムロがちょいちょい補給線立ってくるからな。ただこれで終われるんじゃないかな。ヒルドルプを倒してギガンをアムロが倒してくれれば終われる、そういう展開になりましたね。
さあ倒してくれ。ギガンが撃墜できた。 OK だ。でヒルドルプもユニコーンが落とす。これで次のターンでハワイの基地攻略ができると。まあ、もちろんここでホワイトベースが落ちないことが前提ですけど、大丈夫でしたね。だはそうか、5分の5ターンだったんだな。ってことはここで敵が復活を果たしたということだな。ハイゴックが4機強いよな。感知して攻撃して終わらせる。ブライトは、まあ、このターンは持つと思うんですけど、このまま攻撃を受け続けると結構しんどいよね。バナージがやられたか。いや、反撃を一身に受け止めたんだな。ここは防御で乗り切りましょう。次のターンでこそ本当に攻略ができるかな。では今度こそハワイを取りましょう。まあ簡単なことでここに進んじゃえば絶対に次のターンで攻略が完了できますね。ミノフスキー粒子は一応散布しておきます。いや、総力戦の末に味方の損害も異常なほどでかいからな。ホワイトベースが残れば大丈夫ですね。これで攻略完了です。まあなんとかゾーンオブコントロールを使って完了って感じかな。ホワイトベースは持てるよね。これで攻略が完了したので、次はオデッサの攻略戦に、まあ、おそらく入っていくのかなというところですね。うわ、ホワイトベースが落とされた。終わった。やらかしたな。まあちょっとこんな感じになってしまいましたけども、一応ね、あのハワイ攻略はリハーサルで攻略したデータ持ってますので、すいません、攻略したデータでオデッサ作戦続きやらせてください。すいません、今回はここまでにさせていただきたいと思います。いやー、やらかした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。